はい、男三匹の美学でございますけども、はい、今回はですね、はい、ちょっとまあいろいろとですね、うん、まあ見てくださってる方々も含めて、はい、ちょっとまあ、 懸念事というかね、うんうんうん、心に引っかかったことがあると思うんですよ、当然僕らも心に引っかかってることがございまして、まあ、それをまあ、今回は、うん、ちょっと事情等も含めて説明させていただいた方がいいんじゃないかと、はい、いうこと で、はい、でまあ、基本的に、まあ、正式という形で、うん、この男三匹の美学から、はい、鳥居圭介さんが、はい、3人の中の1匹だったんですけども、うんうん、まあ今まで中途半端な形で謹慎という形で、うんうん、まあ、出ないことにずっとなってたんですけども、はい、うん、この前いろいろと話し合いをしまして、うん、まあ、正式に、うん、脱退というか、うんうん、男3匹の方からは鳥さんは退出するっていうようなことに、なりました。はい、はい、うんうん、でこれはもう本人とも話し合ったし、うんうん、まあ、その元々のその原因となったオカルト解体新書も、うんうん、中山さんサイドとも話した結果として、はい、まあ、そうなったということを報告させて、いただきます。はい、はい、でまあどっからまあ説明していいか分からないんですけども、はいはい、まあ、中山さんサイドとも話をしたし、うん、まあ、鳥居さんサイドとも話を私させていただきまして、うんうん、まあ、どちらも少なくとも僕と中山さんサイド、うん、僕と鳥居さんサイドはその、まあ、険悪な形にはなっていないので、あ、まあ、それはちょっとね、うんうんうん、報告させていただきたいかなと、思っております。あ、はい、うん、でまあ、ただね、はい、ここに至るまで、うんうん、例えば、まあ、本来であれば、うんうん、その僕が説明しなければいけないこと多々あったと思うんですよ。あ、で一番最初、まあ、例の、突然のそのオカルト解体新書のデータが消去されるという、うん、はいはい、ことがありまして、うんうん、でそれはどうも鳥居さんがやったというようなことが、まあ、皆さんに伝わったあたり、うん、そのぐらいで僕がまあ事情説明すべきだったとは思ってます。ああ、その時に、うん、まあ、上田浩二がですね、まあ、一人でここで、はい、いわゆる、まあ、社大の、はい、なんかビデオというか回させていただいたことがあるんですね、はい、まあ、あの時もさあどうしようってなった時に、うん、まあ、いろんなことを考えて、うんうん、まあ、ここ上田君一人の方がいいのかなという、まあね、うん、そういう気持ちでやらせていただいたんですけど、まあ、あれはチャンネルとしては、はい、当時は先生も謹慎だったので、うん、ああそうね、それはね、でだからその時点でカメラに映れるのは、はい、上田だけだろうということで、はい、代表してっていうその中で決まったことですからね、はいはい、ただまあ若い上田浩二にそういう辛い仕事をその振ってるような印象を持たれた方もいらっしゃるので、これはまあ無理のないことで、僕もそうかなっていうね、いやちょっとこれ私が逃げてるっていう感じに思われる方もいらっしゃるだろうなというふうなことは重々思ってたんですね。まあだからそういう重責をちょっと担っていただいたりしたんですけども、まあその後、まあそのある程度の謹慎期間を経て、まあ鳥居さんには復活していただくということで僕らずっとそれで進めてました。そうですね、で、うん、その時に、まあ、データを消した、まあ、なんで消したのかっていうの、うん、これ言い分もあるし、はい、今鳥居さんはその言い分を、うん、まあ、X 上で書かれたりもしてることも把握はしてます。私、読ませてもいただいてるし、で、あれはもう超その初期の頃から、うん、鳥居さんはこういうことを言いたいんだ私はっていうことを言ってたことなんですよ、うん、そうですね、はい、僕らにはこう、うん、そうそう耳には入っていた内容ではあります。伝えられて、はい、で僕はそれをそれはやめてくださいと、うんうんうん、それをしちゃうとちょっといろいろ復帰の問題が、はい、ちょっと滞るのでっていうなことがあって、うん、まあ、それを、まあ、僕としては抑えてたという状況なんですよね、うんうん、でもご本人からしたらやっぱりそれは言いたい、うん、言いたいということはずっとそれは思ってたと思うんですよ、うん、まあ、ただまあ、時津さんからそれ言うなと言われてるから、うん、まあ、我慢しとこうかっていう感じだったんですけども、うん、まあ、鳥居さんからしたらいつまで我慢すればいいねんと、うん、そこで復活ができるんであればね、うん、腹に収めることもできるんだろうけども、うん、なかなか復活という話が出てこないということで、うん、まあ、やっぱりまあ鳥居さんからしても、うん、その辺どうなってるのかなという不信感は募ってたとは思います、うん、はい、これはね、うん、明らかにそうだと思います、うん、でそれも僕は、うん、水面下では、うん、復活のためにどうしたらいいかということをいろいろと、まあ、中山さんとも話はしておりました、うん、はいはい、で、まあ、とりあえずそのデータを消去したデータを戻してもらうと、うん、いうことが、まあ、第一義であろうということでね、で、まあ、その話の中で、うん、その未編集の、うん、収録物、うん、
編集はしてない、ええ、それに関しては全部戻してもらったんですね。これはいわゆる取ってそのままの元データ、はい、はい、だ鳥居さんからしたらデータ自体は戻してると、うん、でまあ我々というかこの解体新書側からしたら、はい、いやその編集してやってたら消えてしまったんだから、うんうん、あのそれをやっぱり戻してもらわないと話にならないよというようなことがあって、うん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 、だ鳥居さんからしたら編集したのはまあ、自分であるということなんですね、うんうん、まあ、主張的に言えば、だからそれ自体はあの、まあ、このいろいろ条件があって、うんうん、この条件がないとちょっと返せないという話があって、うんうん、いやそう言わんとも何も言えんと返してくださいよというようなことのこう綱引きというか、綱引きがおかしいけど、そうですね、まあ、鳥居さんご自身もその、はい、あのオカルト解体新書さんを辞めた経緯の中に、はい、この素人だとか、はい、というこのキーワードが一つあったと思うんですよね、でこの素人であると呼ばれた自分が作った、うん、編集したものはいらないだろうというね、うん、あのレトリックがあるんですよね、というところも、うん、鳥さんの中の考えの中でね、はい、あったと。だからそれはね、うん、まあ、そこまで立ち戻らないといけないんですけど、うん、要するにまあ言うてみたら男三匹の美学を始めた、うん、今年の初め 1月でしたかね、まあ、その前後からまあ鳥さんも入っていただいて、うん、男三匹やってるんですね、うん、だその時に、まあ、中山さんサイドからしたら、うん、鳥さんの興味男三匹にいってんじゃないかというような思いがちょっとあったらしいんですよ。はい、そんなことないってことは僕はよく分かってるし、うんうん、男3匹もやるけど解体新人もやってくれたっていうのあるんだけど、うん、はい、まあ、中山さんサイドからしたら、うん、若干なんかそういうところが見えてるっていうような感じがあったらしいんですね、うん、はい、ちょっと僕それ受け止められなかったん で、うん、でそういう話はちょっと去年の暮れぐらい、まあ、そういう、うん、話は出てたっていう、去年の暮れやったから、まあ、なんか出てたことは出てたんですよ、でそことまあプラスして僕はその、うん、オカルト解体新書の名題として何箇所かでこうコラボを取ったんですね、僕だけが行って、あ、でそれは僕は中山さんにはこうやってコラボしますよということで言うて行ったつもりやったんだけど、まあ、それが口で言うただけなので、そのしっかり受け止めてなかったとかそういう問題も出てきて、まあ、なんとなく僕が勝手にコラボしたみたいなね、あの状態になって、で後から聞いてな、あのいやコラボするんだったら言ってほしかったみたいな面もあるじゃないですか、あ、まあ、そういうこともあって、うん、まあ、若干不信感が、まあ、うんうん、あったとは思うんですよ。中山さんサイドに竹内先生サイドがちょっとこう、うん、動き出してるというか、そんな感じがあったと思うんですよね、うんうん、で僕としては解体新書のためだということがあったんだけども、うんうん、まあ、もう少しその辺は詰めて話しておくとコミュニケーションがでべきかなと思いました、うんうん、それは僕、まあ、反省はあのさせていただいておりますけども、まあ、そういうことがあって、うん、まあ、若干向こうに不信感あったまま、うん、まあ、そういうその、うんうん、まあ、鳥さんが男三匹にこう言ってるから、うん、まあ、例えば、うん、オカルト解体新書の生配信の時に、うん、カメラの前に酒瓶があるのに、うんうん、それを、まあ、横にずらすとかいうことも、うん、あのしてくれてなかったみたいな話もあったわけですよ。で僕からしたら、うん、まあ、酒瓶ぐらいはっていう話、まあ、感じもあったんだけども、まあ、まあ、やっぱりそのプロとしては酒瓶を取るのが本当じゃないかみたいな、うん、もこともあったりとかしながら、うんうん、まあ、そういう話を含めてその鳥居さんと僕と、うん、まあ、中山さんでやろうということがあったんで、うん、で僕はまあ中山さんのところに行ってその話聞いて、うん、あ、こういうことがあった、ああいうことがあったとは、これもちょっとどうかなっていうようなことがあって、うん、あ、分かりましたと、まあ、その辺はじゃあ僕鳥居さんと一回話をして、うん、あの善処するようにしますわといろいろと、うんうんうん、いうことを言って、これはなぜかというと、まあ、僕がそれを受け止めて、うん、鳥居さんと話した方が割とスムーズにいくんじゃないかなと思ったんですね、うんうん、一旦先生の方に落とし込んで、はい、先生から伝えようという、はい、そうですね、でその時に、うん、ま、あの鳥居さんも、まあ、もちろん待ち合わせしてるわけだから中山さんのところに向かってきてるわけですよ、うん、で、あ、もうそろそろ向かってくる頃だなと思うからその前に連絡を入れて、うん、まあ、とにかく今から僕そちらの方に行くから、うんうん、あの2人で話しましょうって鳥居さんに伝えられてよかったんだけど、うんうんうん、その前にも鳥居さんが、まあ、部屋に来たんですよね。だから、まあ、仕方がないということで、まあ、3人で話した、3人と、まあ、ののさんというその秘書の方4人ですね、4人でこう話をするようすることになって、で、まあ、中山さんののさんサイドから、まあ、そういうあのカメラの前にものがあるとか、あるいは、うん、例えば、いろいろ今あの鳥さんが X で言うてるようなことがいろいろあったわけですよ、はいはい、あの例えば男3匹あのオカルト解体新書で、うん、こう なんていうの紐付けされてるとこ見たら、はいはい、男3匹がバンと出てくると、う
でこれは男三味が出てくるのは、うん、まあ、向こうからしたら鳥居さんが映ってるから出てくると、うん、だからオタクのみチャンネルと僕だけのやつはそれほど出てこない、これもオタクのみチャンネルはその時点で僕はほぼもうほぼというか全く公開してなかったので、まあ、当時は ね、うん、ま、ね、男三匹が主やったので、うん、そういう思いで鳥さんやってるだけで、うん、自分の顔写真が載ってるからやってるっていうことではないと僕は思うんだけど、まあ、そういう、まあ、向こうからの撮り方としては、うん、パンとこう鳥さんのあれが出てくるとかいろいろあって、まあ、そういう話になったわけですね、うん、そうですね、うん、あと概要欄に、はい、僕からあれもね、うん、概要欄にね、これ今まで僕から言ってなかったことなんですけど、うん、概要欄にオカルト解体新書さんの概要欄に男三匹の美学を載せてくださいって鳥さんにお願いしたの実は僕なんですよ、はいはい、で、載せていただいたのも実は知ってるんですけど、うん、その時にあ、これ男三匹しか載ってへんわ、はいはい、中山先生も YouTube されてるじゃない、そっちが載ってないわ、竹内先生の載ってないわ、気づいたのは正直なところなんですよね。ただやっぱりこう、うん、そこをこう、うんうん、やっぱこれって僕らのこの問題のある種根本のところで、はい、気づいててやってこなかったことっていうのが結構僕らの反省点としてあるじゃないですか、はいはい、そうですね、僕の一個の反省点って、はい、うん、そこでやっぱり、やっていただいてありがとうございます。ただちょっと他のね、うん、中山先生そしてオタクのみチャンネルも、はい、載せるべきではないでしょうかっていうことを言えなかったっていうのは今初めて言うことですね。なるほどね、うんうん、はい、まあ、だからそういうことがあって、まあ、鳥居さんが、うん、まあ、自分の写真が載ってるからそれだけよということではないということはこれ確かなんですね。根本的にはこちらから、はい、僕らも広めていかないといけないという中でお願いしてることなので、あれは違いますね、その捉え方をされるのは。で、それをまあいろいろ話をしていけば、うん、あ、そういうことだったんですか、じゃあこうしましょうということで、わりかしこう波風立たずにいけたと僕は思ってるんだけども、はいはい、とにかく鳥さんがやってきて、野々さん、中山さん、僕という4人になった時に、まあ、必然的に中山さん、野々さんと、まあ、鳥さんの話になると、うん、でこれはどういうことなのみたいな話になった、うん、そのやり取りの中で、まあ素人ですから素人には任せてられんみたいな素人論議にもなったわけですよ、でこれは僕からしたらその当時も言うたんですけど、うん、売り言葉に買い言葉なので、うんうん、別に素人私素人やからっつって責任逃れしてるわけでもないし、素人やったらやめてくださいっつって素人と思ってやめてって言うてるわけでもないし、お互いその言葉のまあやり取りのノリでそういうことになってるんで、僕からしたらもうその素人っていうところは、うんうん、そのそういうまあ売り言葉買い言葉のレベルだと僕は思ってたので、うん、だからそれはそういう形でお互いが激突しなかったら生まれてない言葉なので、うん、やっぱり僕が中に立ってちゃんとこうその辺をこう交通整理をすべき立場だったんだなと、うん、でそれが僕は交通整理をせずにその状況の中でこう流れていくのを僕はまあ傍観するという立場になっちゃったんで、まあ、結局その場でじゃあまあいや素人っていうんだったらやめてもらうしかないねみたいな形になって、まあ、分かりましたということで鳥さんがまあ一人帰っていくっていうことだったんですね、うん、でその鳥さんはとしてはまあひょっとしたら竹内さんがちゃんと助けてくれるのかもって思ったかもしれないし、僕もこれはまあ後でちょっと話をしてうまいことこうまとめようという算段はあったんだけど、そのお互いが話してるところに割って入って、うん、まあまあまあというようなとこまでいかなかったんですね、うん、でそこまで深刻な状況になってるとも実は思ってなかった面もあって、後で話をしてお互い話をすればまあなんとかなるよってちょっと高をくくってたんですよ、うん、僕としては、まあね、あれは確か先生は、まあ、これはね、うん、言い訳のフォローかもしれませんけど、確か先生はその前に収録があって、はい、その後でそこの場に行かれてて、うん、っていうのもねちょっとあって、まあそうですね、うん、まあ、その辺はねちょっと言い訳ですけども、うん、でじゃあまあちょっと日にち置いてっていう思ってた矢先に、うん、解体新書のデータが消去されるというでこれ笑い事じゃないんだけど、そういうことになって、でこれは僕はもう今でも一貫して言ってますけど、うん、どういう状況があろうと、うんうん、やっぱ消去したの良くないというのは僕の立場です、正直、だから改めて、うんうん、僕の気持ちっていうのを表明させていただきますと、はい、そのああいう形で、うん、まあ、3年間頑張ってくれて、ずっ と収録してくれて編集もしてくれて、アップしてくれてたという、うん、
あのその鳥居さんに対して、うん、そのああいう形で辞めていくのを黙って僕は見ていたということに関して言えば非常に申し訳ないと思ってます、うん、あ、はい、で後で何とかしようと思ってた僕はちょっと甘かったかもしれない、うん、あのまあ、そこま そういうレベルじゃなかったと鳥居さんからしたらと思う、はい、その足で消去するというような状況にこう行ってるわけだから、はい、あのあそのやっぱり非常に大きく傷ついたんだなと思って、うん、今でもそれは考えると胸は痛いです正直、で、鳥居さんに会った時も、まあ、それどう言うたらいいのかなっていうことはずっと思い続けてました、うん、だから、まあ、僕が本来は中に立って交通整理をしないといけない立場なのにできなかったということは申し訳ないなと、うん、ただまあ、消してしまった、まあ、あの彼から言わせれば鳥居さんから言わせれば消すしかなかったと、消さなかったら私、まあ、一人がこう例えば追い出されて、はい、あのその進んでいくという状況になってしまうと、うん、でこれは僕は分からないことないんですよ、ええ、あそうだろうなと思うんですよ、うん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 、だから消したということは一つそこに対してくさびを打ってちょっと待てよということになったと、ええ、まあ、ここまではまあ僕は分からないことはない、うん、消したら良くないですよ、これは僕はもう変わりません、良くないけど消してしまったという気持ちまでは分からんことない、あとはそれをじゃあ一回また返してもらって、うんうん、あのじゃ あの男三匹頑張ってやっていきましょうっていうのが僕のあれだったんですよね、うん、でもあの鳥さんからしたら基本のデータは返してるから、うんうん、編集のやつは俺の素人がやった編集なのに、うんうん、それなんで欲しがるねんっていうようなことも含めて、まあ返さないという状況になったんだけど、うんうん、僕はそこをなんとか返してくださいよって一回まあ50本ぐらい返していただいたんですね、はいはい、でこのまま連続して返していただくのかなと僕は思ってたんだけど、結局それはもう叶わず、うんうん、あのまあ、今に至って、うんうん、まあ、こういう形になってしまったんですけども、うんうん、その僕としてはやっぱり、一日も早くデータを返却して、うんうんうん、で男3匹で3人で頑張っていきましょうという気持ちでずっと話をさせていただいたんですね、で、まあ、中山さんサイドと話する時でも、うんうん、まずその消去されたデータが戻ってきてから話しましょうというようなことがあったので、だから消去したものが戻らない状態で話することでなかなかないような状態が続いてたんですよね、うんうんうん、だから結果としてずる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 伸びてたっていうのが、うんうん、まあ本当のところなんですよ、うんうんうん、でそれがまあ、鳥さんの方でももう我慢できないというところまでこの中暗い状態ということで、うんうん、まあ、明らかにも自分はまあここを辞めていきたい、自分は自分でやりたいということを、うん、あの言われてたので、うん、あことここ少なくともそこまで進んでるということで、まあ中山さんのところに行って、うん、まあ、こういう状況に今なってるんでと、うん、鳥さんの方から条件が4つぐらい、この条件のどれかで、まあ、まとめてほしいみたいなね、まあ、例えばあの素人が編集したやつでも必要であれば、うん、最低限の編集費とか、うんうん、経費を出してもらったらそれを売りますということが一つと、まあ、あのお互いそれを誰も使わないように消してしまいましょうというのと、 あとあの権利は、まあ、鳥居さんにも、まあ、編集した側にもあるから、うん、お互い解体新書も使う、鳥居さんも使うというようなことでとかいくつか案が出たんですよ、で結果としては、うん、あの解体新書もちょっと、まあ、一応閉じて、うんうん、男3匹から、まあ、鳥居さんも退出していただいて、うんうん、でデータはもう誰も手を触れないで消すというような状況で、うんうん、ということで今回、まあ、まとまったわけですね、うんうんうん、でそのまとまったということを、うん、まあ、僕は鳥居さんにも報告させていただいて、まあ、正式にだから男3匹からあの、まあ、対処していただくというようなことも伝えて、うん、で、まあ、そこからその鳥さんの X の書き込みが始まったというのは、まあ、まあちょっとね昨今、うんうん、結構だとこう毎日のように書かれてはいますけどね、はい、うん、だからまあそれはね、まあ、元々あれは鳥さんが言ってたことです、うん、で言ってたことで僕もそれに対してはそこは違うよということでずっと言ってたんで、これはもう鳥さんにも僕は今でも言ってますんで、うん、やっぱりどんな理由があれ、うん、データを消したのは良くない、これはもう明らかです、ね、ただ消すに至った理由は分からなくもないと、うん、例えばそういう状況でね僕も助けに入らず、うん、中山さんサイドからも、まあ、出て行ってほしいと言われて、僕はそれを救う術もなく傍観してるだけというのは非常に辛いことだったんだろうなと思う、うん、でその、まあ、勢いというか、まあ、それはいろいろ理由があるんでしょうけど、うん、僕からしたら、うん、まあ、その勢いで消したんだなと思ってるんで、うん、ただまあそれで一つちょっと問題が、うん、まあこうみんなにも伝わることになったし、はい、まあ、ある程度一定の効果はあったと思うんですよ消した、うんうんうん、だからもうそれは戻して、うん、もうお互い普通にちゃんとやっていきましょうっていうのが僕のあれやったんですけど、うんうん、ちょっとまあ鳥居さんからしたら、いやあれは
戻せない返せないという理由として、うん、まあ、著作権というようなことがあって、はい、著作権も多分鳥さん調べたと思うんですよ、うんうん、で、YouTube の著作権というのは、うん、まあ、編集とかそれお金出してやった側にあるというようなことは、うん、まあ、まあ記述はあるんですね、うん、それは、うん、ただうーん今回に関して言えば、うん、これは僕の持論ですけども、その解体新書中山一郎さんと僕とでやると、うん、だからひいては鳥居さんそれを取って編集してくださいと、はい、でそのためにはその売り上がったものからシェアしましょうということで、まあ、これは 100% のうちの30何パーか中山一郎、うん、30何パーか僕、うん、そして20%が鳥居さん、うん、で10何パーかが僕の所属してるアワーズということでこれでやりましょうということで、それでやってきたから、それはシェアという形で僕らは払ってるというつもりはずっとあったんですよ、うん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 、で中山さんも多分そういうつもりで払ってるというふうに、ただ、まあ、鳥居さんからしたらそれは編集代とかいうことではいただいてないということを、まあ、言ってきたので、いやそれはちょっと違うでと、シェアのが入ってるんちゃいますっていう、僕はそういうあれなんですよ。でシェアは、まあ、鳥居さんから言わせればGoogle かどっかから入ってる、あ、そうですね、そこからはいただいてるけども、うん、解体新書側からいただいてないというのもあれなんですよ、うん、で僕はそこはちょっと承服しかねると、まあ、うん、そうですね、うん、だから、うん、口約束でもシェアでやってるんやから、うん、しかもシェアというのは大きくなった時には、うん、当然大きくなるわけじゃん、はいはい、うん、ではパーセントでやってますから、いくらあって金額固定しないですからね、はい、だから最低1分やるのに5000とか1万とかかかるんやけども、うん、結局売れてきたらそれどころじゃないような額になるわけですよね、今 それほどあれ5万人しか、うん、しかってたらおかしいけど5万人もいてくれたんだけど、まあ、5万人の中で払えるものってのはあれぐらいになってたということだと僕は思うんで、でその時に、まあ、鳥さんの書き込みにあったけども、うん、まあ全部カメラも抱えて、うんうん、雨の日も風の日も収録場所まで行って、うんうん、僕らの収録を撮って、はい、戻って編集してテロップやってサムネ作って、うんうん、それで上げてて、うん、月に2万円だと、うんうん、で、まあ、100% の売り上げのうち 80% はその出演者が持っていくと、うんうん、自分 20% と、うんうん、でこういう状況はあまりにもひどいんじゃないかという感じもあったんだけど、それと同じ言い方をしたら、うん、僕らもそれを撮るにあたって企画を立てて、オカルトの、それを投げて、お互いそのオカルトを勉強して、うん、なおかつ収録に臨んで喋るわけじゃないですか、うん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 、でそれを毎月15回やるわけでしょ、うん、はい、それして月に3万円なんですよ、うん、ああまあはね、うん、30% って言うと大体そうなんですよ、うん、だから2万とか3万とかお互いそんなもんなんですよ、うんうんうん、だから一方的に鳥居さんだけは2万という低い、だから編集業者として入ってで、うんうん、ほんまに安い金で使われてたということであればね、うんうんうん、そうかもしれない、今も最低やっぱり5000とか1万いるはずなんで、まあ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 、いわゆるそのね、うん、そういったお仕事にされてる方はね、うん、はいはい、でも僕らはあくまでもシェアという部分の中で仲間ということでやってたと、うん、でここは鳥居さんもそうなんですよ、気持ちは仲間としてやってくれてたんですよ、うんうん、仲間なのに外されたというところがやっぱり一番大きいんですよ、だからまあここですよね、うんうん、鳥居さんが一番傷ついてるところと、うんうん、で僕はもうそれシェアでやってたじゃないですか、うんうん、という部分の中でね、うんうん、そこをまあどういうふうに捉えるかっていうことで、僕はまあ、その権利的に著作権的に言えば、うん、僕の個人のあれではやっぱり鳥居さんがでも著作権持ってるというのであれば、うん、その編集も機材も企画も立てて、うん、で出演者もギャラを払って、うん、パッケージで撮ってるんだったらそれは鳥居さんのもんかもしれないけど、はい、僕らも言うてみたら、うん、出演料っていうのは Google からしかもらってないわけで、うんうんうん、解体新書からもらってないわけじゃん、うんうんうん、言うてみたら、だから要はシェアということでみんな分けるということでやってたんだから、うん、そこはやっぱりそこが優先されるんじゃないかなと僕は思いますけどね、はい、僕のあくまでこれは知論で、まあでも、うんうんうん、そうですよね、うん、はい、まあ言うとまあ元はそういう話で、うん、僕は言うてあれね、当然外部の人間ですから偉そうなこと言えないですけど、元はそのお話し合いの中で、皆さんが始められたことなので、例えば、それが安いというのであればスタートの時点でやっぱりそこは言っておかないとなというのは僕は思いますけどね、うんうんうん、ただこれも僕思うのがやっぱりこの、うん、
仲良しでやっぱり始めるじゃないですか、うん、僕らは何でも、はい、この男3匹でもそうですよ。そうですね。仲いい一番いい状態で始めるでしょ、はい、で最初ってねやっぱりねノリがあるからね、ノリでね、うん、俺何でもいいっすよみたいなね、そうなんです、感じでねなって後で後悔するってパターンがあるので、うんうん、これはね、まあそうですね、すごいごめんなさい笑いながらじゃなくて真面目な話、うん、やっぱり、一つのこう勉強じゃないけれども、はい、仲はいいけれども後々そうやって、ね、揉めるのであれば最初にきちんと決めておくべきだし、で、ねね、決めたことだったとしても途中からそれがしんどなったらやっぱり条件変えてくださいとかも、言えるようなやっぱりコミュニケーション大事なのかなっていうことを思いましたね。だから結局そのお互いにその期せずして、うん、あの極端のところに行ってしまったなと僕は思ってるんですよ、はい、だからその仲間と思ってやってくれてた3年間やってくれた鳥さんに対して、つまりこれこれこういうことでということで、うん、まあ僕としては うん、それをまあ話し合って、うん、じゃあ今度からこういうようにしていきましょうということで、うん、まとまる話を直接まあ鳥さんと中山さん側が話をしたことによって、うん、売り言葉買い言葉みたいになって、うん、結局まあそこからこう外されていくという、うん、まあ仲良しでこうお互いシェアでやっていこうと思った時に、うん、いきなり外された、うん、で、まあ、中山さんからしたら、うん、とにかく鳥居さんはきちっと編集してカメラを回してという、まあ、人間だったと僕は思うんですよ、はいはい、僕が鳥居さんに対する気持ちとは、若干違うと思うんですよね、うんうん、だからやっぱりちゃんとやってくれて当たり前っていうようなことがあって、うん、その中でちょっとこう齟齬があって、うんうん、結果としてこう大きい問題になってしまったと、うん、だからそうやって考えていくと、うん、その中山さんと鳥居さんの間に立ってたのは私なので、やっぱり私がその辺はやっぱり調整を、うん、きちっと、うん、そういう時にこそ調整を取るべき人間なわけですよ。あ、それしか僕しか取れないんで、そういった立場であった、はいはい、だからまあ今、まあ、鳥さんはその、うん、まあ、例えばその自分をまあこういうねまあ、男3匹からまあ対処して、うん、まあ、解体新書からも外れるということで、うん、そのまあ中山さんに対していろいろと思いはあるとは思うんですけども、やっぱりその中に立ったその僕もやっぱり、うん、どうなのかな、まあ、鳥居さんの中に、うん、ある気持ちの中の、うん、一端は僕にもあるわけですね、うんうんうん、そのマイナスの気持ちの中の一端は僕もあるんで、まあ、そこはまあ僕も反省しないといけないということと、うん、まあ、これ以上ね、うん、今も一応は解体新書を終わらせて閉じて、うんうん、男3匹は男2匹になっていくと、いうことのまあ道でこう、まあ、まとまったというか、うん、そういう形になったので、まあ、一つね、その事情みたいなものをちょっと、分かるようには説明させていただいたつもりなんですけども、うんうんうん、だからまあちょっとね、できるだけ感情的にならずに、うん、この状況を改善していきたいなと僕は思ってるので、うん、はいはいはい、ね、皆さんも一つ本当に、どういうのかな、まあ、優しい目つったらおかしいけどちょっとまあ見守っていただければ、まあですね、ありがたいかなと思いますね、うんうん、はい、まあ、これに関してもね、いろいろうちの方のチャンネルにもね書き込みをしていただいて、ご心配の声っていうのをね、いただいてまして、でまあその中でね、ちょっとやっぱり僕らの対応もだいぶ甘かったなって反省が本当にありまして、うん、例えばこれももうせっかくこういう機会なんで全部言った方がいいと思うんですけど、ほら鳥居さんがいらっしゃった頃っていうのは僕と鳥居さんが交互で編集をやってたんです、うん、1日、はい、だから、よくご覧いただいてる方は1日ごとになんとなく動画のテイストが違うなっていうのは感じていただいてたと思うんで、そこをちょ面白みとしてやってたんですけど、その中で、鳥居さんが編集してる側あれに関してはもともとだった男3匹の美学のオープニングを使ってるわけですよ、うん、で3人がこう歩いてくるやつに、鳥居さんの子にモザイクかかってるんですよね、うんうん、あれも僕からしたらやっぱりやったあかんことをやとはずっと思ってたんですよ、うん、ずっと思ってたのに言わなかった、うん、で言ったら空気が悪くなるとかなんかそういうことをね、分かってて言うてないですよ僕らも、うんうんうん、で指摘されたら知りませんでしたみたいな、はい、こんなんもう あかんじゃないですか、うん、本来出たら知っとかなあかんやんって言われたらそれまででしょ、うんうんはい、だから、こっちのチャンネルはこっちのチャンネルでやっぱりもう、うん、だいぶ不十分やったなっていうふうな反省は、そうですね、まあ、今更ですけども、まあ、例えば
僕の方はことさら、まあ、そこに、本来は男三匹から検診するはずの鳥居さんに対して声をかけるとかしてたので、うん、僕もしてました、はい、でこれはやっぱりまあその解体新書ファンとか、うんうん、あの中山さん側の人が見てたら、うんうん、なんかえ挑発してんのって思ったことは確かだと思うんですよ。それはね本当そうですよね、はいはい、だから僕らはやっぱりそこら辺をきっちりと、まあ、全てのそこから一回検診ということであれば、うん、鳥居を全部なくして、うんまあ、やるべきだったとは思うんですね。そこはそうです。どうせそういう判断を僕らがしたのであれば、うんはい、そこは厳しくやるべきだったと、それは本人にも自分たちにもですよね、はいはい、それをやってこなかったっていうのは一つ僕らのあかんとこだと思ってます、はい。でまあ、もう一つ言えば、うん、やっぱりその僕は仲間として解体新書っていうのは、はい、オカルト解体新書は僕はあったんだけども、うん、そこがちょっと中山さんとちょっとそこら辺で意見統一って、うん、意思統一みたいなことは多分あの俺はしてなかったの で、 あ、うんでうん、そこはちょっとあの逆に言えばこういう形になった時に鳥居さんに負担をかけることになってしまったような気がします、うんうん、だから僕としてはあのこの男三匹の、まあ、あのなんていうのかな、うん、ラインナップと一緒な感じで、はい、そのまあオカルト解体新書は中山一郎と僕が表に立って、うん、それをそのまあ下で、うん、縁の下で鳥居圭介が支えてるというような形のものなんだけど、うんうんうん、そのスタッフとして入れ替えるようなものではないと僕は思ってたんですね。鳥居さんっていう存在をね、うん、もっとこうなんていうの固まったものだというような、うんうん、あのがあってあ、まあ、ただ多分中山さんサイドもそう思ってくれてたと思うんですよ、うん、ただ男3匹ができたことによって、うん、鳥居さんが男3匹の方に集中していくんじゃないかというような懸念みたいなものから、うん、こういうような形になってきたとか思ってるんで、まあ、たまたま本当に状況事情が、うん、そのちょっと歯車が若干ずれたようになっちゃったような気がして、うん、そうですね。その話し合いの場のお話を今聞いててもそんな感じはしますね、うんうん、だからちょっとタイミングがずれれば、はい、うん、だそれまでの3年間というのは実に、うん、面白くやってたんですよ、うん、岡田解体新書、うん、でやっぱり5万人のチャンネル登録者がいて、うん、すごい人気、YouTube になったわけですけども、まあ、だから、まあ、言うてみたら、うん、中山さんサイドはその支えてくれた人たちに対して、うんどうするんだという思いが強かったと僕は思うんですよね。リスナーさんに対して、はい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 、まあで、まあ、鳥居さんからして自分がやっぱり一生懸命やってきたことに対して、うん、それに対して例えばこういうある種報いを受けてしまうのかみたいなね、うんうんうん、ことがあったりとかしてでそこのその互いのバランスを取らないといけない僕がわりかしどちらかといえば、うん、そのちょっとのんきに考えすぎたのかなっていう、うん、じゃあ後で鳥居さんとこへ、まあ、連絡入れて行って説明して、うん、やればいいかぐらいに思ってたん で、うん、でそれがもうあっという間にデータが、うん、消えてるよって話になっちゃったっていうのがあって、うん、それでこう驚いたみたいなことがあって、うん、で今回も、まあ、例えばその著作権云々というようなことで、うん、僕はそれ違うと思うけども、うん、その違うと思うということをそれは僕は鳥居さんに伝えたけど鳥居さんはこう文言みたいなものも送ってくれて、実はこれ著作権は私のものですみたいなことをね、こう分かってほしいみたいなことを、うん、が来たこともあるんですけども、僕は今でも、うん、やっぱりその著作権は少なくとも、うん、中山一郎竹内義和で、鳥居圭介ひょっとしたらそこにあって少なくとも3人が持ってるものだと僕は思ってるので、うんはい、1人のだけの意思で、うん、なんかその消去したりとかできるものではないと、うん、少なくともそうは思ってる、うんうん、で僕のもう個人的な意見を言えば、うんはい、そのやっぱり本にしても何にしても、うん、出版社お金出してるけども、はい、著作権は著者にあるんで、顔出して喋ってるものにあると思います、うん少なくともやっぱりそうじゃなかったら全部その印税とか、うん、全部丸がかえにして、うん全部出してやらないといけないし、うんうん、僕らは本ずっと本書いてるから、はいはい、そこまで出版社お金出しても、うん、結局著作権は著者にあるんですよ。まあ、それは YouTube とは若干違うのかもしれないけど、まあ、そういうふうには今でも思ってます。はい、はい、だからそこはちょっと今鳥居さんが言われてることと僕はちょっと意見が違うんでこれはさっきに、うん、言っときますけども、はいはい、だから、うん、やっぱそうですよね、うん、我々ちょっと中途半端な形で、うん、その男三匹に、うん、その鳥居圭介さんの、はい、印象を残しすぎたということもちょっとあるし、そうですね、はい、うん、まあ、そのなんていうのかな、うん、ちょっと至らん我々に
が至らんっていうのはやっぱりっていうのも絶対にあるんで、うん、かなり山のようにあるよ、特にあの僕はそう思ってます。やっぱりそれはまあ僕は両サイドに対してやっぱりそれは、うん、まあ、ちゃんと謝らんとあかんなと思ってますの で、うん、でそれはもう本当にリスナーの皆さん、はい、オカルト解体新書させてくれた、うん、もうたくさんの方々に、うん、本当にこういう結果になって、申し訳ない、その責任の多くは、まあ、私にあるので、まあ、なんとかそれを、ね、こうなんていうのかな、クリアしていく、その責任を、うん、全うしていくようなことを今後していきたいなと、はい、思っておりますので、はいはい、まあ、そういう形でございますね、はいはい、ということでありがとうございました、ありがとうございました、長い間、はい、まあ、じゃあまた明日、またございます、はい、すいません、ありがとうございました。